こんにちは、サラリーマン YouTuber J のコーナーなんですけども、今回はですね、 J さんではない方からまた投書がありました。速稼塾の塾生さんでサラリーマンをされている方です。この方はですね、私のメンバーシップにも参加してくださってて、その中の情報を会社の中の方ね、同僚の方に雑談として話しているそうなんですよ。その中で、なんでそんなことしてんの、詳しいねってことで興味を持たれて、いや私はですね、なんとかなんとかっていうグループに入ってるんですよ。そこでの情報を取り出して今ね、皆さんにお話してるんだけども、よかったら皆さんもそこに入ったらどうっていうふうに申しかけてるんですよね。そしてそこの情報量っていうのが毎月1500円なんだよっていうふうに人に話してたんですよ。そしたらですね、3人の方がまず入ってくださったそうなんですよ。そしてその3人の方が確かに面白い情報だねってことで、ちょっと話が広がってですね、現在6名の方が入ってるらしいんですよね。そしてそのコミュニティの運営者は今回ね、お話しくださったその方なんですよ。まあ仮に A さんとしましょう。 A さんは製造業でお勤めになってます。なんかスマートフォンの部品かなんかをね、組み立てる工場とかなんか言ってましたよね。なんかチェックしたりとか清掃したりとか、なんかそんなこと言ってましたね。詳しくはまだ分かんないんですけども、スマホ関連の組み立て清掃とか言ってましたね。でそういうところに勤めながら、同僚の方にね、休憩時間にそういうお話をしていって、そしてこんなグループがあって、こんなグループで私もそこに属してて情報を取ってるんだよっていう、そういうグループをね、自分で運営してるわけなんですよ。だからマッチポンプみたいな話になりますけども、うまい戦略でやってくれましたよね。で同僚の方が、まあ現場に20人ぐらいいるそうなんですけどね、20人ぐらいの最初の仲良し3人と、それから仲良しの3人のさらに仲良しの3人が入ってくれたってことで、一つのグループができてね、今10人前後のそのグループに入ってるそうです。まあ、そのグループっていうのを A さんが作ってるんですけどね、まあ、それで今1500円×6が毎月入ってくるということなんで、まあそこそこのね、ちょっとお小遣いになってるのかなと思いますよね。1万円ちょっと毎月毎月入るよって形になってると思います。まあこういうふうにしていって、メンバーシップを利用していただくのもいいかと思いますよね。でこれは同じ方法でどん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 広めることもできますし、メンバーシップへの招待っていうのはメンバーさん自身ができますんでね、なかなか面白いなと思いますよね。私のメンバーシップで得た情報で自分のコミュニティを作って、そのコミュニティに1500円というね、仕入れが390円、販売が1500円なんでいいですよね。まあこういうふうなやり方もあるんじゃないかなと思います。ちなみにその方は YouTube でそのコミュニティを運営してるらしいんで、まさにサラリーマン YouTube、 まあサラリーマンではないですけど、その方はね、なんか派遣みたいな非正規の扱いだって言ってましたけどね、35歳ぐらいの方です。本当非正規 YouTuberA といでも言いましょうか、まあ、そんな例もありますよということでございました。今回は以上です。